どうもこんにちは。春大よりメンバーの稲山と申します。よろしくお願いします。今日は僕含めた任用卒の、現役就活生の4人のメンバーで、オンラインでグルディスの方をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回審査員として土井さんをお呼びしてますので、簡単に自己紹介のほどよろしくお願いいたします。皆さんはじめまして、もしくはこんばんは、土井アンナです。私は慶応を出まして、その後 P&G のマーケティング部で勤めました。その後ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーという会社に勤めてから独立しています。に至ります。最近ですね、確実内定という書籍も発売しております。よろしくお願いいたします。したら、就活生の方から簡単に自己紹介をお願いします。香川大学3年の国徳結衣です。中央大学3年生の久保田紫音です。関西大学3年の西尾里奈です。一橋大学3年生の稲山和樹です。よろしくお願いします。ただ早速、土井さんの方からお題等の発表よろしくお願いします。では今日のグループディスカッションのお題は、良い会社の3つの条件とは何かについてお話しいただこうと思います。制限時間は20分で皆さんに話し合っていただこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは始めていただければと思います。お願いします。お願いします。そしたら僕画面共有の方していきます。初期やります。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。お題って良い会社の3つの条件と何かで合ってましたよね。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。あ、で先に後ろこのまま書いちゃってるんですけど、別にこれ通りに進めなくてはいいと思うんですけど、お願いします。お願いします。まずそのお題の前提確認した方がいいかなって思うんですけど、大丈夫ですか？はい、いいと思います。多分最初にどういうスケジュール感で決めていくかだけ聞いた方がいいと思うんですけど、前提確認一番大事なのは、3分ぐらいで前提確認、まあ3分じゃ甘いか、甘いですかね。3、4分で前提確認をして、そうですね、中身をアイディア出して最終的にその、なんかそれをまとめてグルーピングみたいなしてたらいいかなって思います。いや、それでいいと思います。石尾さんもそれで大丈夫そうですか？はい、それで。はい、ありがとうございます。そしたら、じゃあ時間大体、さっき久保田さんがおっしゃってくれてた、4分、10分、4分ぐらいで、で、バッファー持たせてみたいな感じで、いいですね。はい。ちなみにこれ、発散って何て言うんですかね、ブレストみたいなイメージで大丈夫ですか、ここは。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ここがグルーピングか。ちょっとタイピング遅くて。あ、じゃあ前提条件、じゃあ稲山くんが打ってる間に始めちゃった方がいいかな。お願いします。はい。どんな感じでいい会社とはっていうことですよね。何か意見ありますか？はい、まず、誰にとってのいい会社かっていうのを決めた方がいいかなって思うんですけど、大丈夫ですか？いいと思います。ありがとうございます。いろいろあって、新卒の新社会人とか、もあるし、それでもいいんですけど、多分一番考えやすいのって、今の自分たちの立場の就活生っていうのでもいいのかなって思ったんですけど、皆さんどうですか？大丈夫だと思います。あと、なんかここは相談ではあるんですけど、なんか話しやすさの観点から、就活生の中でももうちょっと絞った方がいいのかなと思ったりしていて、例えば、そうですね。なんかベンチャー志望だったりとか、大手志望だったりとかみたいなのも、そういう切り口でも大丈夫なんですけど、なんか就活生の中でも多分結構幅広がっちゃうと思うので、なんかもう少し限定できたらなと思うんですけど、なんか皆さんアイデアあったりしますか？それを考えるとすると、多分、要はベンチャーか大企業かってなっちゃうと思うんで、要は成長してる会社がいいのか、安定してる会社がいいのかっていう二択にはなると思うんですけど、これいかがでしょうか？そうですね。ごめんなさい。なんかちょっとうまく多分伝えられてなかったかなと思うんですけど。やけど、いや、いいのか、このまま就活生のままで。皆さんどうですか？まあ、割と。そうですね。なんかその、就活生のところで行くと、キャリアプランとか、いるかなって思っ
ってっていうのも、その最終的に起業したいって思ってる人と、うん、そのずっとその会社で働き続けたいって思ってる人、うん、それぞれでいい会社の条件っていうのは違うかなって思ったんですけど、うん、西尾さんとかどうですか？その二択で言ったら、なんか私はその起業、最終的に起業したい人向けの方が考えやすいかなとは思いました。どうでしょうか？あ、ちょっと待ってください。画面共有一旦なんか停止しなきゃいけないっぽいので、画面共有だけ停止するんで、皆さんにあのこのドキュメントの URL だけ送っておきます。ありがとうございます。で、それ見ながらでお願いします。はい。アクセス権限をお願いします。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。すみません、戸惑ってしまって。で、だいたい今、4分ぐらい経ったのかな。そうですね。まあ、そんな感じです。就活生に対してのいい会社というところで、はい、まあ多分、キャリアプランとか、どういうふうな将来設定があってとかって、多分、内容に関わってくるところではあると思うので、ひとまず前提条件としては、就活生にとってのいい会社とは何かっていうところで、ブレストしていけばいいのかな。いや、多分そのこのブレストのなんかなんていうんですかね、ブレストがあの発散しすぎてしまうのを防ぐために将来的に起業したいというキャリアプランを作っていると思うので、なるほど、分かります。起業ぐらいの流動で起業したい就活生のためにとって、まあ、いい会社の条件何かっていう観点で考えていけたらなと思うんですけど、はい、こんな感じで大丈夫ですかね。はい、はい、お願いします、はい。ありがとうございます。はい。そしたら、そうですね。じゃあ、アイディア。じゃあ、どうだろう。西尾さんから何かありますか？さっき将来的に起業したいって言ってくださったと思うので。何かあれば。はい。そうですね。起業、なんか福利厚生として、その起業サポートがある会社みたいなを見たことがあるんで、うん、そういう会社として支援する制度みたいなのがある会社はいいんじゃないかなって思います。うんうんうん、確かに。あ、ごめんなさい、なんかちょっと進め方に関して一つ相談みたいになってしまうんですけど、なんか起業したい学生にとって何が必要かっていうのを先に、うん、2、3分でブレストして、でその条件下での良い会社って何なんだろうみたいな感じで考えていくとより考えやすいのかなと思うんですけど、皆さんどう思いますか？それでいいと思います。いいと思います。ありがとうございます。そしてじゃあ先に起業したい学生がに必要なことみたいな形でそれをブレストしていって、うん、でそれでいくと例えば、業界に関する知識みたいなのが一つあるのかなんですけど、うん、そうですね。という感じで、はい、うんうん、どんどんやっていけばいいかな。3分ぐらいで一旦15分ぐらいまでで簡単にブレストしていければなと思うんですけど、皆さんどんどんありますかね？いいですか？あ、お願いします。とか、あとはあの経営陣に近いところに入れることも、あ、なるほど、なと思いました。あとは、まあ、でも経営陣に近いところに入れることによる利点がでかすぎるから、多分そこをちょっとだけ深掘りするのかな、うん、ところだと思うんですけど、そうですね、多分、うんうん、経営陣に近いところに入れることが能力というよりも経営陣の考え方とかを学べるみたいな感じなのかなとは思うんですけど、うんうん、で、まあ、じゃあこの考え方って何なのっていうところをもうちょっと深掘っていってもいいかなと思うんですけ ど、 なるほど、例えば、まあ、マネジメントみたいなところで、組織の管理の仕方であったりとか、一つあるかな、うん、あとは、あれじゃないですか。基本、やっぱり経営陣の考え方ってところで、多分、人とのつながり方とか、そういうところも多分大事なのかな。コネクションの、やっぱりコネクションの着想の仕方。ね、あとは、なんでしょうね。多分、考え方っていう面だけじゃなくて、多分、要は、経営陣の近くにいることっていうと、そっちの方の観点割と大事だと思うんで、そっちも深掘ってほしいかなと思うんですけど、多分、近くにいることで、要は経営に対して何かアプローチをするっていう経験ができるっていうのも大きなところかなとは思います。うん、確かにそうですね。
経営に対してアプローチするっていうのは、もうちょっと具体的に言うとどんなことですかね。要は、例えばこの企画ってどうなんだろうっていうのが、経営陣の方々と近くにいれば、そこをこう、経営者的な目線から、この企画はどうなんだろう、こういうふうな観点からダメだよとか、いいよとか、そういうのを学ぶことができるっていう感じ。じゃあ、経営者的な売上の考え方みたいな感じで。うんうん。そうですね。ありがとうございます。直接的にフィードバックがもらえるって感じですよね。うん、イメージとはそんな感じ。ちなみに、そうです。あと1分ぐらいで、西尾さんも何かあれば。あとは、そうですね、勉強の機会が多ければいいかなとか、なんかセミナーに行く機会とかですかね。うん、なんかすみません。今上がってるのが業界に関する知識と経営陣の考え方、マネジメントコネクションの得方、あと売上の考え方、うん、フィードバックもらえる機会みたいな感じなんですけど、もしこの中でこれでもまあなんか決定的に欠けてる視点とかがもしあったらそれを補っていって、もしなければまあこの必要なことを得られるようないい会社って何なんだろうねっていう感じで考えていければいいと思うんですけど、はい、今の必要なことであと漏れてることとかなんかパッと思いつくものあったりしますか。まあ、現場の考え方がわからないといけないっていうのは一つあると思うので、現場と経営陣が近いっていう観点の方がなんかいいのかなとは思います。どうなんでしょう。現場の考え方っていうのは、なんて言うんですかね。でもこれも経営の考え方の一つなのかな。あと、ごめんなさい。自分も一個思いついたんですけど、なんか営業の力みたいなのが一つあるのかなと思ってて、うんうん、案件を取ってくる力っていうのは確実に必要になってくると思うので、それが一個抜けてたなと思います。他になければもう16分なので、残り10分ぐらいで一旦移行してもいいのかなと思うんですけど。うん、はい。私は大丈夫です。ありがとうございます。そしたら、いい会社って何だろうみたいな感じで。はい。うんうん、上に必要な要素が学べるないし得られるようないい会社の条件をどんどんブレストしていって、で最後にあの3つにまとめていくみたいな感じでお願いします。はいはい、はい、1つだけいいですか。お願いします。多分経営的な考え方を学べるっていうところで、まあ、経営陣も近いっていうのがあると思うんですけど、要は心の距離だと思ってて、そこで要は何かっていうと、ちゃんと経営的な理念っていうのが共有されているかどうかっていうのが一番大きなところかなとは思っております。うん、私もいいですか。はい。その心の距離っていうところで、心の距離っていうと、やっぱりその人とのつながりというか、その会社内の人間関係とかがちゃんと、なんだろう、いいところの方が心の距離が縮まるっていうのもあると思うので、その人間関係っていうところが重要になるのかなって思いました。うん、ありがとうございます。なんか僕も一つあるとすると、経営陣の心の距離が近づくための条件として、やっぱり日々経営陣と働けるみたいなところで、なんか一日一回は経営者とコンタクト取れるみたいな、あのその企業の一日、うんうん、コミュニケーションの機会がある方がいいってことですよね。そうですね、経営陣とのコミュニケーションの機会があるっていうところがいいかなと思います。うん、なんか西尾さんあったりしますか。ごめんなさい、今もう思いつかないです。どうもどうも。いいと思います。経営陣、そうですね、そうか、どうしたら心の距離が近いと感じられるのかってところですね。そうですね、あと他にもまだ現場の考え方とか、うん、案件を取ってくるとかもいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、現場の考え方。これを就活生に伝えるんですよね。そうですね。伝えるというよりも、就活生が、にとってってことですよね。そうですね。だから、どうなんでしょう。現場って割と就活生側から見ると見にくいところではあるのかなと思うので、だからやっぱり、経営者って割と見えてると思うんですけど、経営者が現場のことを知ってるっていうのが一番大きいのかなと思うんですけど。ありがとうございます。そんな感じでどんどんいろいろ出していって、はい、うんうん、あと2分ぐらいは出せる時間あると思います。はい、私、ね、いいですか。はい、その勉強の機会が多いと良いっていうところで、その企業としての
その教育体制っていうのが整ってる方が、その勉強する機会とかチャンスっていうのをつかみやすいのかなって思いました。あと、最初に西尾さんがおっしゃってくれた、福利厚生として企業サポートがあるみたいなやつも、じゃいいなと思ってて、なんか、もうちょっと具体的に言うと、どんなサポートがあるかとかって分かったりしますか、西尾さん。正直、その名前しか見えてなくて、なんですけど、なんでしょう。ごめんなさい。いや、あ、じゃあ、けど、まあ、これ自体でまずそもそも大丈夫か。あとは、あと1分ぐらい。あれですね、案件を取ってくるっていうやつで、うん、1年目から裁量を持ってやる会社みたいなのも1個あるかなって思います。確かに。確かに。ありがとうございます。重要ですね。じゃあ、まとめですかね。そうですね。そうそう、で、出し切れているのかな。どうなんだろう。あとは、なんか一つ多分ごめんなさい、一個の決断ですけど、経営するってなったらマネジメントが絶対に必要になってくると思うので、なんかマネージャー経験が必要っていうのは。ああ、なるほど。確かに。めちゃめちゃいいです。残り5分くらい、5、6分くらいですかね。そうですね。中からじゃあ、絞り込みかける感じで。そうですね。なんか似てるのをまとめていったらいいかなって思います。いいと思います。多分、基本的に経営的な理念がみんなに共有されてるかどうかっていうのがあれば、共有されてるってことは心の距離も遠くはないみたいな感じになる気がするんですけど、どう思いますか？逆ですかね。そう。なんだろう、なんか理念が共有されているとか、心の距離みたいな抽象度でいいのかどうかみたいなところなんですけど、うん、なるほど、もうちょっと具体的にしたい。はい、なんか多分それであれば経営陣と近いっていうところに一つまとめられるのかなと思っていて、うん、経営陣だったら、なるほど、はい、経営陣と近いっていくと多分ここら辺の今太字にした部分がまず、うん、大体まとめられるのかなと思います。はい、うんうんうん、いいです。あとはでも多分、うん、そうです。あ、ごめんなさい。全然関係ない。要は二つ目として挙げられるのは多分教育体制のところだと思います。そうですね。うん。教育体制が多分企業サポートみたいな文脈と、一緒、うん、あとマネジメントのところもまとまりそうです。いや、マネジメント。マネジメントは裁量権とかの方が近い気がします。近いのか。なんかそれでいくと多分裁量権に一旦まとめてみるんですけど、裁量権という言葉の中でマネージャー経験が積める環境っていうのと、あと案件を1年目から取ってこれるっていうのが組むことができるのかなと思って、まあ、大きく3つに分けるとしたら経営陣と近い距離で働けるっていうのと教育体制っていうところと裁量権の3つなのかなとは思ってます。いいと思います。こんな感じで大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、あと4分ぐらいで余ってしまったんですけども、ただ、なんだろうな、例えば教育体制っていう言葉でいいのかみたいな感じで、もうちょっと言葉をなんか正しい表現にするというか、うん、いい会社の3つの条件とは何かっていうところに正しい形に変えていければなと思うんですけど、うん、皆さん、企業サポート、やっぱふわふわしてる感じがあります。ああ、なるほど。うん、企業サポート、はい。教育体制っていうところで見るのであれば、そうだな、サポートだけだと分かりにくいので、例えば、なんか、本当でもこの勉強機会があるっていうところを、もうちょっと前面に押し出してあげた方が分かりやすいのかなと思います。ああ、なるほど。あ、ごめんなさい。多分、ちょっと書き方がミスってるかもしれないんですけど、うん、この3つ、今、太字にしている3つが、経営陣と働ける教育体制が、ね、主にまとめようとしていることで、その中身として教育サポートがあるので、ここは一旦置いといても大丈夫なのかなと思います。ただ、多分なんかこの教育体制だけになってしまうと、なんか企業のためのっていう視点が抜けちゃってると思うので、なんかここ、企業のための教育体制でもいいんですけど、もっとなんかいい感じの言葉にまとめられるのかなとは。うん、うんうん、
まあでも、そしたらあれじゃないですか。ああ、でもどうなんだろう。難しいな。なんかありますか？西野さんとか、あれば。国徳さんでも。いいんですが。うん、この3つの条件を、もうちょっと具体化するっていう認識で合ってますか？あ、いや、そうですね。僕が今やろうとしてたこととしては、この3つの条件を、なんかちゃんと問題と対応した形に言葉を直すみたいなイメージ。今書いてるものが、経営陣と近い距離で働ける環境があることっていうのが1つ目と、2つ目に企業のための教育体制があることっていうのが2つ目。で、3つ目が裁量権を持って働ける環境があることっていう感じで今まとめてるんですけど、皆さん的にはどうですかね。このぐらいの、この言葉の表現とかでいいし、なんか微妙な部分あれば指摘いただいて。そうですね。企業のための教育体制。経営陣と近い距離っていうのは、その、なんだろう。部署とか、なんか地位とか、そういうことですか？いや、さっき多分国徳さんが言ってたあれじゃないですか。あの、コミュニケーションが取れるとか。心の距離とか、そういうことか。な気がします。しかも具体的に、はい、下ろすと1日1回は、あの、まあ、コミュニケーションの機会が多いことだと、うん。それに加えて、企業のための経営の教育体制があると、いいんじゃないでしょうか。じゃあ、この3つで、そろそろ終わりですね、うん。終わりにします。はい、大丈夫だと思います。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。初期もありがとうございます。はい。ありがとうございます。初期も司会も。皆さん、非常に素晴らしいグループディスカッションありがとうございました。では、早速ですね、MVP を発表したいと思います。今日の MVP は、久保田さんです。ありがとうございます。全体的に非常に良いリーダーシップを発揮していたと思います。ひどい言い方なんですけど、最も賢く内定に近づけるポジションをグループの中でうまく取ったなと、賢いなというふうに私は見ておりました。特に今日一番MVP に選ばせていただいたポイントになっているのが、他の人に話題を振ったことですね。もし久保田さんが単純に俺の話を聞いて俺の結論にしようよっていうグループディスカッションをされてたら、MVP ではなかったと思います。でも久保田さんは他の人が話してないなと思うと、じゃあ〇〇さんはどう思いますかっていう形で話を振ってくださるので、この人は会社で実際に会議に置かれたらきっとこういうふうに他の人に気を使える人になるんだなというところが予想できた。これが非常に大きいポイントです。会社としてもグループディスカッションを実施する理由というのは、結局会社で実際皆さんがお勤めになった時にどういう振る舞い会議であったりグループワークの時になさるかを見たいというところがポイントですので、そういった意味でですね、他の人も気にかけられる余裕を見せたのは非常にプラスだったと思っております。おめでとうございます。ありがとうございます。続けてですね、全体のフィードバックをしていきたいと思います。で、これはこれからグループディスカッションをしていただく上であるあるになっていくので、こういうことが起きるんだなっていうのをまず押さえておいていただきたいんですけども、まずどうしてもオンラインのグループディスカッションって接続とかアクセス権とかそういうのでごちゃごちゃしますよね。これって慣れの問題ですので、今日ちょっと例えばその Google ドキュメントへのアクセス権がなくてちょっとごたつくみたいなシーンがありましたけれども、こういうの必ず皆さんの本番で起きます。今日稲山さんが素晴らしかったのは事前にファイルを用意してたことですよね。こんな感じでぜひマイファイルを用意しておいていただいて、共有のですね権限を全員にしておくことによってスムーズに議論ができるように準備しておくと良いと思います。もう一つオンラインあるあるなんですけれども、会話がやっぱり途切れがちになります。みんなが譲り合うんですね、オンラインだと。なので沈黙を起こしやすい。で、どうしても沈黙って無駄な時間になってしまいます。したがって逆に出張った方がいいです。どうしてもオンラインだと本当にシーンってなってしまうので、これを防ぐために、じゃあ今このタイミングでこういう話しましょうかとか、もっと発散していきましょうかとか、そういう話をですねしていくことによって非常にですね質の高いグループディスカッションをしやすいかなと
思います。でようやく質の話をしましょう。今日はですね、まず活発に議論ができていて非常に素晴らしかったと思っています。沈黙となる瞬間も少なくて、非常に皆さんが喋ろう喋ろうと前のめりになってくださっていたので、グループディスカッションの内容としても詰まるのが早かったですね。普通は時間が足りなくなるっていうことが多いので、それと比べた時に早く終わってしまえるほどにみんなが活発に議論ができていた、これは非常にプラスです。全体の改善点としてですけれども、どうしても最初ちょっとシーンとしましたよね。だからこそ最初に唇を切るってすごく大事な役割です。もっとスタートダッシュで自分が出張ってしまっていいです。むしろ出張ることによってかなり目立ちます。目立つということは採用担当者にプラスの評価をもらいやすいということですね。したがって最初に喋っちゃえと。じゃあ今日20分なんで、テーマこういうテーマなんで、こういう風にやっていこうと思います。で初期はじゃあ稲山さんがしてくださるということでありがとうございます。こういう風に自分の露出を増やしましょう。でもっと時間がせっかく余ったので、なぜっていうのを詰められるとよかったですね。例えば今日は皆さんのなんとなくの意見で、裁量権がある環境っていうのはすごく大事だよねっていう話をされてましたね。でもなんでですかって多分私が今聞くとみんなちょっとうってなるんじゃないかなと思います。その辺ですね、本当になんでっていうところをもっと詰められると非常に議論の質が深まったんじゃないかなというふうに思います。国徳さんの素晴らしかったのはですね、まず唇を実は切った人なんですね。最初の気まずい沈黙の中で一歩を踏み出してくださったのは国徳さんでした。非常に良かったと思います。それからですね、質も非常に良い発言をされていて、特に今日一番輝いてたのは、誰にとってのいい会社が定義すべきですよねっていう定義づけのところできちんとお話しいただいたところかなと思います。他の方がですね、軌道をちょっとずれてしまって、議論としてこういう風になりがちな時に、ツッコミをですね、していただいたのが非常に印象的でした。で、そのツッコミもですね、非常に的確で、今確かにこのツッコミを国徳さんがしなかったら、このグループディスカッションはグダグダになってしまうなっていうところで、きちんと声を発していらしたので、非常に丁寧な議論ができました。全体に非常にいい意味で貢献をされていたと思います。続けて久保田さん、先ほど申し上げた通りですね、全体的に素晴らしいリーダーシップを発揮していただきました。一方で久保田さん自身にもちょっと議論が進めきれてない不満を感じる表情を私が受けたことがあって、何かご自身で気になるところありましたか？いや、多分僕の発言はあんまり的を得てないところがあったかなっていうところがあって、イメージ的に進めるところに注力するしかないと思って、はい、切り替えたみたいなところあります。おそらくクオリティの面でちょっと他の人が実は勝ってるんじゃないかっていうふうに感じられたのかなとおっしゃる通り思います。でそうなると、じゃあ久保田さんがこれから何をしていけばいいかというと、ケース面接の対策をされるといいと思います。ケース面接っていうのは外資系コンサルティングファームで主に課される面接の形式で、実際のビジネスの場面をですね想定して、スターバックスの売上を5年で2倍にするにはどうしたらいいかみたいなお題を出されて、これに短時間で考えて答えるような形式です。これを訓練積むとですね、実際のグループディスカッションでも似たようなビジネスに近いお題がいっぱい出てきますので、焦らずにクオリティの高い議論をしやすくなります。では続けて稲山さんのフィードバックをさせていただきます。はい、お願いします。今回ですね、非常に素晴らしい MC としての役割を果たせたと思います。何が素晴らしかったかというと、下にですね、就活生にとって良い3つの会社の条件で話し始めても良かったところをきちんとターゲットを絞り込んで、皆さんが非常に議論をしやすい土壌を作りました。定義づけが素晴らしかったです。さらにその後ですね、他の人が議論ずれそうになった時もさっと修正するんですけども、その修正の仕方があなた間違ってますよっていう修正ではなくって、それも非常にありなんですけれども、もっとこういう話ってどうでしょうっていう、すごく伝え方が素晴らしかったんですね。謙虚で相手に対していい印象を与えながら議論を修正することができていたので、非常に協調性が高い、でもリーダーシップあるというバランスの良い議論ができていたと思います。稲山さんがじゃあ確実に勝つためにもっと何をしたらいいかっていうと、〇〇さんどう思いますかで振ると勝てたと思います。ありがとうございます。
西尾さんはですね、発散のパートで特に質の良い発言が多かったなと思っていて、皆さんがですね、持っていない視点というのを追加することができていたと思います。一番ですね、俯瞰的に議論を見ることができていて、まあ、全体を見た上で、このパーツ欠けてるよねっていうのをスッと添えられる、そんな役割を果たしてくださったと思ってます。一方で今回ですね、多分ご自身が一番焦ったと思うんですけど、発言量がどうしても勝てないっていうところで、結構内心あわあわされてたんじゃないかなと思うんですが、やってみてどうでしたか？喋るタイミングが難しいなって思いました。そうですよね。どうやったら喋れるかっていう話をしていきたいんですけれども、グループディスカッションって型が決まってるんですね。で、今回稲山さんが綺麗に型を作ってくださったのでスムーズに始まったと思うんですけど、普通はこの型をですね、誰も用意してくれないわけで、まずはこの手順を知る必要があります。まず問題を定義する、続けてどうやって進めるかについて合意する、アイディアを出す、アイディアを絞り込む、最後にプレゼンの準備をする、この5つのステップをどんな設問でも踏みます。なのでなんとですね、一番困った場合は一番最初グループディスカッション、はい始まったっていう時に、じゃあまず問題を定義しましょうっていうだけでまず話し始めることができるんですね。次回以降じゃあ自分が仕切ってやろうぐらいの気持ちを持っていただくだけでも発言しやすくなります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日は皆さん貴重なお時間をくださりありがとうございました。